皆さんこんにちは、みやごです。男子あずさです。見てください、この彼女見て、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。3連覇はい、3連覇してまいりました。すごいですよ、はい、JBBF っていう団体のオールジャパン、まあ、日本あ全国大会みたいなこと。そうですね、まあ、全国大会です。階級ごとに分かれてる、まあ、全国大会を3連覇されて、はい、今度世界ですか。いや、今度は、無差別級で戦うオーバーオールの戦いがあって、それが、まあ、グランドチャンピオンシップスが9月26、うんうん、で、今それの2週間前。すいません、はい、すいません、お忙しいところ。いや、そんなチャンピオンに今日はこのね、彼女といえば私もうウエストのこの細さ見て、どうしたこのウエストの細さの作り方というか、はい、やっぱ一般的に筋トレ始めたての女の子ってこう今考えたらこれ やってないなみたいな種目とかあるじゃん、うん、ありますね。ね、それなんであれやってたんだろうとか、そういうのをちょっとなるべくこう無駄な遠回りをせずにこの腹筋をてかウエストを手に入れられる今日は種目を教えていただこうと思いますので、ぜひ最後までチェックしてください。はい、お願いします。最後までね、はい、早送りもダメよ、やかましいな2人です。そしたらでも基本的にってあつさちゃんの本当に体バランスがすごくやっぱいいんだけども、目につくのがやっぱみんなウエストって言うじゃない。そうですね、やっぱ自分でも一番、はい、一番まあ気をつけてトレーニングしてる、ね、なんかそのまあビキニで評価される体っていうのもそうだし、やっぱウエストが細いだけでだいぶそのメリハリがかなり出てくるから、ね、うんうん、なんかまあ女の子ってお尻プリッとさせたいとかまあよくみんな言うけど、うん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 、それのためにやっぱウエストが寸胴だと結局お尻に強調されないから、お尻ばっかり鍛えないでねっていう、そうなるほど、鍛えないでね全部のバランスでってことだよね。そう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 、目立つところが目立つ。そうだからよりそのお尻せっかく鍛えててもウエストが太いともったいないから、なるほど、ね、そこをより強調させるために、まあ、ウエスト細くするみたいな。はい、ちなみにジムであるこういう腹筋マシンとかはやんない。はやんないですね。もう負荷をかけた腹筋自体をやってない、ずっと。そう、これ本当ポイントだと思います。結構頑張ってみんな腹筋マシンやるじゃん。いや、やりますね。で、お腹ちょっとぽっこり治んないんですけど、うん、みたいな言うじゃないですか。あれはやらない方がいい。そうですね、その自分がなりたいお腹にもよるかな。私割と結構割れてるんですよ今、これで割れてますね。そう、でもこれって私今の状態で何もやってないから割れてるんじゃなくて、昔すっごい負荷をかけてやってたから、それの名残。じゃあもうベースができてた。そうできてた、ね、だからそれで脂肪が落ちれば、まあ、ウエスト細くなるけど、まあ、こういう風にボコボコってちょっと出る。なるほどだけど別にこれは私理想ではないんですけど、まあ、元々負荷をかけてやってしまってたからこれが残ってる感じ、うんうん、なるほど、うん、じゃあボコボコってよりもこうよくさ縦線みたいなはいらない。もう負荷をかけないで、かけないでください、かけないでいいです。じゃあ早速いつもやってる感じので教えてください、はいはい。まあ、とりあえず、もっと引いた方がいいかな。これだって自重でできるんだもんね。お家でもできるのでできます。ですね、まず、まあ、ドローインって、まあ、皆さん多分知ってると思うんですけど、うんうんうん、まず私は呼吸法で、まあ、内臓を引き上げるっていうかその中の筋肉を鍛えてます、うんうん、でそれが、まあ、腹横筋っていって、まあ、要はこう斜めに内側に入ってるあの腹筋なんですけど、まあ、そこを鍛えることによって、まあ、ぽっこり出ないお腹が、まあ、そこで、まあ、内側のコルセットを鍛えてるみたいな感じです。なんかコルセットって外側から締めるけど外したら結局緩むから、その内側の内臓がやっぱりこう下がってやっぱり大腸とか下がるんで、まあ、そこを引き上げて、まあ、ぽっこり厚みをなくすみたいなことでドローインをやってます。まず、まあ仰向けに寝ます。でこの状態が要は一番内臓が引き上げる力が弱くて引き上げられる、重力がこうかかってるから内臓っていうのは一番力が弱くて引き上げていけるっていう状態にします、はい、で、まあ、自然にリラックスして大丈夫です。で使うのはもう本当にここだけで、鼻から大きく息を吸います。でその時にここは緩んでる状態ですね、はい。でそこから口から長く細く息を吐きながらお腹を引き上げていく。最初からそうはならないですよね。そうですね、手でこうアシストしてください。内臓入れ込む感じ。
そう、こうやってグーって骨盤と恥骨のこの三角コーナーに入れる。で、上に上げるみたいな。あ、手でこうやりつつ、はいはいはい、すごいわ。で、ちょっと呼吸ゆるくしながらキープして、で、もう一回鼻から吸った時に緩めるみたいな。これキープの時間はどれぐらい最初やればいいですか？これ結構きついくて酸欠みたいになるから3秒ぐらいでいいです。3秒ぐらいでいいですか？1,2,3 って緩めるみたいな。あ、なるほど。最初はもうこれを引き上げる意識だけでいい。なるほど、うん、で、上級者編になると鼻から吸って口から吐きながら引き上げたら、引き上げると結構こうやって肋骨が開くんですよ、うんうん、こうやって、うん、ただそれを引き上げてから最後に締める。はあ、すごいね。だからにするとめっちゃ薄くなります。お腹のコントロールを覚える感じだよね。そう、そうするとこの肋骨がコントロールできるようになるから、あのここがあんまり開かない。あとトレーニングの時も、あの広が肋骨が開いた状態でなんか踏ん張ったりとかするっていうのも防げる。なるほどね、うん、じゃあ最後にここ締めるのはまあ本当に最後の手段。最初はとりあえずも引き上げることだけを最初意識していい、うん、それがまず最初はこの向きが一番良くて、はい、でその後に、まずそれができたら次のレベルアップさせるには足を立て曲げて、で鼻から吸って口から吐いて引き上げる。そしたらそこから上げるお尻を。こうするとよりなんかこう上がってくる感覚が自分でつかみやすいから、これで結構やると床で寝て練習してこれやると結構こうグッてまた上がってくる感覚が意識やすいから、その状態でだったら肋骨多分締めれると思います。なるほど、第二段階。うん、だからここでは大きく呼吸はしない、小さく呼吸しながらずっとキープさせるみたいな。うん、でこの時にお尻は絶対力入れちゃダメ。あ、そう、うん、ここだけで。なるほど、これでお尻結局こう使っちゃうとこっちの引き上げるの意識しづらいから。なるほど、お尻はあんまり、お腹だけ、お腹だけ。そうで、これがまあ最初一番重力が弱い状態で、次がこっち向きになって四つん這いで、そこからさっきと同じやり方は一緒です。全部鼻から吸って緩めて口から吐きながら引き上げる。で本当はなんか背中丸めちゃいけないっていうルールとかもあるんですけど、私は背中を逆にちょっと骨盤をこっちにグーって倒して、でよりここをえぐらせるっていうのを意識した方が引き上げる力はついたから、はいはい、本当は背中丸めちゃいけないとか言うんですよ、バキュームとかドローインって。なんかここまでやっちゃダメみたいな、はいはい、だけど私は私流でやると丸めてもうえぐる。なるほど、うん、じゃあ2種目目お願いします、はい、2種目目は、まあ、ドローインはさっきのはもう本当に腹筋の筋肉を、まあ、表に出る腹筋というよりは内側で鍛える、うん、でそれでなんか細さを作っていくみたいな感じなんですけど、まあ、今腹筋が結構もう弱いよっていう方もいらっしゃると思うので、もう私が家で簡単にやってる1種目だけあるのでそれをちょっと教えます、はい、で、まあ、家にクッションとかでも全然いいですし、うんうんうん、なんかこうちょっとだけ柔らかい、硬すぎるとあんまり意識できないんで、クッションとかいいね。でも、うん、これぐらいの感じのものを、膝にちょうど挟んでもらって、うんうん、で、まず仰向けに寝っ転がって、で頭の後ろで手組みます。でここはだいたいここ90度ここ90度、はい、うん、どっちも90度ぐらいのところでキープ。足の付け根で、このボールはずっとここで内ももで締める、うんうん、はい、でここ内転筋なんか意識しながら、うんうん、これで本当におへそを覗き込むだけです。だからこうやって
結構狭めだね、動く幅は。狭めです、うんうん、勢いは使ってほしくない。まずここが絶対ブレないようにやってほしくて、足は絶対動かない。もうとにかくじっくり効かせるだけ、うん、本当にこれだけ、本当にこの腹直筋を潰す、うん、潰すっていうだけを意識します、うん、はい。だからもう勢い一切なし。それは狭くやる理由は、私はそうですね、肋骨をまあ絶対開かないようにしたくて、この状態で腹筋やっちゃうとどうしても横幅が出てしまったりとかするリスクを減らす。だからずっとここ肋骨締めた状態でずっとやる。で、このボール挟んでる理由としては、まあ、上体を起こしてるだけだと、まあ、上部の方しか入りにくいので、ここか、あの内もも締めて、まあ、下腹部まで意識できるようにっていうところで、あの本当にこの縦のラインの腹筋をやる。で、回数は結構多めに、あ、なるほど、もう燃えたみたいなぐらい。あ、もうじゃあ自分の限界までやってくださいっていうぐらい、うん。で、必ず絶対こういう風になるのだけはダメ、絶対。わかりました、うん、これだと絶対なんかね、こういうところに力入っちゃうから。すごいね、本当に細かく、いや、考えながらやるんだね。はい、あの雑にやると雑な体になりますので。お、これ名言ですよ、はい、これテロップ入れといてください、はい、雑なことやると雑な体だ。なるほど、ほんと細かいもんね。はい、めっちゃ細かいですね。パーソナルとか受けに行かせてもらっても、ポージング受けに行かせてもらっても、まあ細かいよ。まあ細かい。そう、うん、それをね、あの、うんうんって弾ける人しか私についてこれないと思う。だろうね、うん、でもえみたいになったらもう、でも分かるもん。なんか言ってることがちゃんとさ、理にかなってるから、あ、まあそうかとか思うしさ、うん、そのこのプレスとかやるときも私肋骨超気をつけてるから、今、ああ先生に言われて、はい、やっぱそういうことの積み重ねがこれを作るんです。そうですね、小さな積み重ねが本当になんか繊細な、こう綺麗なラインになる。そうだよね、そう、それなんだよ。だから女子はみんな丁寧にやってって思う。もう本当そうだよね、はい、昔とか適当だったもん。いや、私もだからそう、昔の体の方が荒削りな体してる、やっぱり。あ、今見て、今見てると全然やっぱバランスが悪い、すごい。へえ。いや、これ家とかでも全然いいわ。これ全然きついですよ。全然きついですっていう感じで2種目紹介して、はい、これも簡単にできると思うし、動かさなければ誰でも丁寧にできる、はい、そうだね、足を、うんうん、そんな難しさはないね。難しさはない、はい、今日は男子あずささんにお腹のこのウエストの作り方を教えていただきました。次の動画も出てくださるので、次もぜひ見てください。はい、お願いします。では、なんかあずさちゃんがちょっとジムを始めるみたいなので、ぜひ気になる方、概要欄に詳細貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。はい。じゃあまた見てね。はい。ありがとうございます。